まあ、中段回し蹴りで、構えて、大体一般の道場生っていうのはどんな感じで蹴るかっていうと、ただ、あらーって、ね、蹴り込むような感じで、何にも考えないで足をバーンって出すような感じです。頑張って腕を振ってですね。で、腕を振れば振るほど、あーっ後ろに振っちゃうんで、足が行こうとしても、体が回んないんですね。回んなくて、すごい肩の前とか、後ろ側とか痛くなったりしますね。これ気をつけないといけないんです。もう一つは、まあ、結構威力は出せるんですけども、体をくの字にしてバーンって、これかなり威力出ますね。で、まあ、いきなりバーンって蹴るよりもちょっと上段ね、ちょっと上段を蹴るふりして、上段のフェイクから落とすようなバーンってね、落とすような感じでいけば威力は出せるんですけども、この蹴りしか出せないと振り分けっていうのが非常に難しくなります。ではどのように蹴るのかをやっていきますね。いきますね。まずつま先前に、ね、向いてますので、で蹴るときに手を折ってあげます。で下げて、これ基本動作ですね。まあ折ってあげます、落とします、ね、でこの時につま先をちょっと外向けてあげます、ね、向けたら前に行きたくなっちゃうんですけども、これは真上です。真上で手をバーン振ってあげます、ねね、今つま先前で手を折ってきます、落とします。でこの時につま先が外向きますね、外向きますね。で前に行きたいのを今我慢してくださいね。何でもやっぱ我慢しなくちゃいけないっていう動作はいろんな競技でも必要になっています。野球とかゴルフとかも全部そうなんですけど、で手を振ってあげます。そうするとふわーっと綺麗に何の体に違和感もなくですね、ストレスがかからないでスーッと足が回っていきます、ね、全部体の質量がボーンって、ね、体回ってるっていうことはこの質量が入っていくんで威力は出ます。で同調性は大体一周しようとするとやっぱり何ていうんですかね、下に引いちゃうんですね。手を下にあーってやると、あー足が全然触れないです。最初の段階でふわーってこっちにあーってやっちゃうと体が回っていかないですね。なんでイメージ的な感覚はちょっと前ですね。前前前前に持っていくような感じにすると綺麗にバーン、ね、簡単に回っていきますね。バーン、ね、簡単に体がふーっと回っていきます、ね、でいろいろ技の振り分けができるようになりますね。もう一つは手決めてつま先外側に行きました。こっち側ためができない人が多いです。すごい多いですね。そうするとただなんかお伸びがないなくなっちゃいますね。で威力も出なくなります。ここのためですね。で、わっ、わっ、ね、全然ためができてないですね。だから、しっかりと、す、落としました。グッと入ります。ためをグッて作ります。グッて作ります。ね、ためができて、手を振っていきます。バーン。ためができて、バーン。ね、そうすると、ウォンって回っていくような感じになります。